コンビオです。ジュークです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと今日は入り方が違いました。そう、あ、違った。はい、はい、うん、いいと思います。いいと。はい、それでは今回のテーマを発表していきたいと思います。はい。今回のテーマはこちら。さつき姫様と虹色の物体の関係とはびっくりマーク派手な。びっくり。はい。これもね、はい、すごいね、世界初の。まあそうですね。見たことないね。そうですね。最近ちょっとそういうものがちょっと多いんですよね。うん、はい。今までちょっと多分流したやつはちょっと違いますもんね。そう。そうですね。違うんで、ね。はい。じゃあこれをですね、ちょっとじゃあ皆さんと一緒に確認していきたいと思うので、では見ていきましょう。VTR お願いします。お願いします。はい。それではちょっと動画を流していきます。はい。はい。じゃあまずこのですね、完成したさつき姫様の車ですね。はい。こちらですね。すごい。色がちょっとこれはですね、すごいんですよね。うん、色が変わるんだね、これ。色が光で紫、青。ブラウンになったり緑になったりと、ちょっとこれね、はい、ちょっと特殊なボディカラーにさつき姫様のご要望のラッピングをね、はい、キラキラしてて、そうですね、虹色で、はい、光の玉、はい、桜、はい、ね、はい、しかも緑の風がね、そうですね、はい、これはすごいよね、はい、これがまずジャガーさつき姫様の車で、まあちょっと横にですね、EC サイトでもちょっと出てるさつき姫様のステッカーありますよね、うん、あれがここにこう虹色になってこう、はい、貼らさってるという、あれですね、なんかのメモとかのシール貼ってるやつでしょ、そうですね、ステッカーね、そうですね、はい、でまずこれがまあ、車両のちょっと動画をちょっと見ていただいたんですけども、うん、でこの車両を作ってる最中ですね、うん、最中に実はジープの方の、うん、動画をちょっと撮ってる時に、うんうん、撮ってたら、まあその時にジャガー制作中だったんですけど、そしたらちょっと空を撮ってたらとあるものがちょっと映ったんですよね。それをちょっと今再生していきます。でこれなんですけど、うん、結構飛んでるんですけど、うん、左上ちょっとご注目なんですよね、うん、左上にご注目、あ、もう行っちゃいましたね、ちょっと、はい、これはですね、なんかすごいカラフルなんですよね、これ、はい、もろさつき姫のさっきのステッカーだよね。そうなんですよ。これ、ちょっとスクショにしたんですけど、うん、これがステッカー。そのさっきのステッカーね、デザイン。はい、で、今飛んでたのがこれ。ここの部分がそうだよね。そう、形が。わかりますかね、見方。顔が。顔、ここに。そうです、ね。すいません、ちょっと、はい。申し訳ありません。ここに顔があって、はい、髪の毛がこう、こういう風にあって、はい、で、着物こう、着て、はい、こう、袴っていうかこう。はいはいはい、ね、ところがさっきのラッピングが実はね、そうですそうです、こう要求をされた、そうなんです。でこれちょっと途中ですね、はい、まあ、ちょっと車緑のやつにちょっとデータでつけてたんですけど、うん、まあ、これ見ていただくとさつき姫さんの周りって特に何もないですよ、そうね、うん、周りにこう桜とこう丸い玉が、そうそう、丸い玉こうね、そう、こう、これ光の民の玉で、あと桜とね、はい、さつき姫様、これ風を表してるのね、はいはい、で桜の花びらが飛んでると、ここね、ちょっと不思議なのがこれおかしいんだよね、これとそれもちょっとおかしいですね、これね、はい、だからこの時点でこれでいいなと思ったら、あの写真の時に実はこうもっとキラキラさせなさいっていうようなね、自分の周りをね、そう、もっと輝かしてほしいっていうような、はいはいはい、要望があったっていう、ね、そうですね、それでそれがさっきの、まあそれでこれがまあこうできた、これこれ、だから要するにキラキラこう虹がキラキラしてますと、こういうものをもっとこう表現してほしいっていう、はいはい、その要望だった、要望ですね、それでこうなったわけですね、そう、これはね、こういうふうにキラキラしてこう、はい、
なかったんですけど、これをちょっとつけることに途中で変わったんですよね。うん、そう。はい。っていうのがちょっと今回のですね、その飛んできた通信的なのは、うん。そうだから、通信のあの色合い、虹の色合いといい、もうモロコのさつき様、姫様がこう、映り込んでるような姿のあれが映ってるっていうのは。そうですね。こうモロね、モロだよね、こう墓もこう入ってさ、なんか帽子っていうかなんかこう、額当てっていうかこう、なんかね、こう。当ててこう髪の毛がこうあって、はい、こう普通にこうこれがまあこれこれこれこんな感じ、はい、まさにこういう感じだよね、うん、髪の毛がこうあってそうまさに出てきてくださったっちゅう、そうですね、ガチガチだからねこれ、いやそうこれちょっとびっくりしましたね、これはそう要求があったと、そうです、もう少しこうしてほしい、もう少しこうしてほしいっていう、はい、それでラッピングのデザインを変えて出したと、出したとっていうのがまあさっきのこれですね、うん、完成してまあ、横がこういうふうにちょっとなりました、うん、ここね、ここね、うん、っていうのがまずこれが、うんまあ、この車とその飛んできたものの関係だったんですけど、ね、最近あのさっきのカラフルなやつが、うんまあ、ここの、まあ、施設でも撮ったら、ね、あの虹色の、虹色のカラフルなやつがね、はい、施設のやつもそうです、そうです、それもちょっとスクリーンショットがあるんでちょっとそれを見ていきたいと思います。これだけど惜しみなくこの画像映像を流してるけど、これ唯一無理だって ね、 そ う、 ですね、そうそう見れるもんじゃないと思う、そうそう見れるもんじゃないですね、うん、当たり前に見れるもんじゃないし、はい、ね、仏様神様からのメッセージによって動いてるって、うちらのね、はいはいはい、説が動いてるっていう、まあ、証明の画像でもあるっていう、はい、でちょっとこれはすごいんですけど、例えばこれなのとか、これだよ、これ施設の上でこういう風に飛んでんだよ、そう、こんな虹色の、おかしいでしょこれ、虫でもなければこれがさっきのほら、そうですね、魅力菩薩様、これもこの画像の中の一つなんです、はい、これ一つのね、動画が入ってるね、全部、うん、全部これ一つが一つの動画、うん、これ惜しみなく全部見せてるけど、一個一個がこれもう独立したありがたいもんだよね。これちょっとですね、顔なんですよね、これ。これね、ここパンチパーマで。パンチくんですか、うん、あの鼻が大きくてさ。はい。仏様ですよね。こう、こう。うん、これはさ、最近分かったんだけど、マヤ文明の方の顔のこんなでっかいね、うん、遺跡が見つかったっていう。はい、これ、似てるんだよね、それ、はいはい。これに載ってるんだけど。うん、パッと写したやつよね、はいはいはい、だからその遺跡の超古代文明のやつも何かつながってる意思が伝わってくるような、ね、感じでしょ。でもパンチパーマって言ったけどね、まあこうやって言ったら仏様もパンチパーマみたいにね、そうですね、ああいう髪が、ね、はい、パンチパーマじゃないけどね、すごられちゃうけど、うん、で次がこれ、これね、いっぱい飛んでるんですよね、これだけ飛んでんの、これが動画で動いてるのよ、これ全部が、うん、これね、何を言いたいかというと、これ空に浮いてるからゴミじゃないのとかって言うけど、ここの部分だけもやってて、太陽の周りに私たちがフレアのあれを抑えるためにいろいろやってますよと、自然の調整を努力してますと。で、私たちがいるから隕石が地球に落ちないとか、あんまり災害が起きないんですよっていうような、だからこれは空に見えるけど実はこう空間の違うところにこれ映し出されたものじゃないかなと、こう巧妙的に判断するんだね。こんなんだって光る物体なんて絶対いないよね、うん、こんなかなりカラフルなんですよね、そう今回そう色んなこれ色が発光して、これなんてさ太陽からニョキッと出てきたから、これ、うん、ねえ、これはさ何を言いたいかというと、こういうふうに、まあ見る人によってはね、これが北進進行の十字架に見えるんじゃないっていう、ちょっと斜めってるけどね、うん、こう虹色のね、うん、これもすごいですね、これもさよく毘沙門天がムカデの姿で現れるっていうけど、こういう姿が毘沙門天の姿に変わってね、例えば皆さんの前に現れたとしてさ、で人間の体により近く変わってくれた姿が毘沙門天の仏像として描かれて、そのムカデの存在っていうその時空を飛び越えるときにこう体を変形させる力こそがこういう虹のムカデみたいなねやつになってるんではないかな、
そうですね。すごいこれエグいですよ、これ本当に。この画像を見るとそれが全部、まあ、今本当にすごいスピードでやってるけど、これをスローで見るとね、すごいものが映ってるってことですよ、はっきりとね。この抜けるような青い空っていうのもね、またこう、これがほらいつものこの施設の前のこの麦畑ね。はいはいはい。この麦畑のところをこう光のための UFO が映ってるところ、すごい、ほらほら、ほらもう今パッと、えぐい、これ竜のほら今飛んだ、ほら。かなりあの早くてあれなんですよね。さっきのは全部それをスクリーンショットでこう止めてるんで。そう、そういうことですよ。あ、なんか今これですね。うん、そうですね。この辺。これ。こんなのがこう飛んでる。こっちに行ったでしょ。はい。ちょっと今ゆっくり見ていきますよ。うん、すごいたくさんのあれ飛んでんだよね。これ今飛んだでしょ、今。ピューンって。あが多分7色の、ほらほら。ああ、これですね。止めれないんだ、早すぎて。ムカデみたいな、ほらほらほら。はいはいはい。こういうのがまあ、ね、いっぱい映った、そうそう、その止めたのがさっきのちょっと画像、ね、そうそうそう、この写真画像として残ってるけど、はいはいはい、この動画の中に全部入ってるってことだよね。うん、これだとほら竜の目ここに実はこれ見てるんだよね、これ。自分たちいつも撮るとこの中に竜の目っていうか、この穴みたいなのがね、諏訪大社とかよく行くとこういう目のこうギョロッとしたのが映り込んだりするけど、それと全く同じのが映り込んでるんだよね。うん、ということで、そう、かなり惜しみもなく全開で見せてるけど、これ、はい、これはどう？結構すごいんですよ、この、うん、あのなかなか今までもここまで撮れてないですからね。はい、だから今回紹介してる動画結構全部本当はすごく、そう、これすごい、うん、皆さんに見ていくと本当すげえご利益になるね、うん、神仏のその力であってね、それを 見たりそれをこう捉えることによってご利益が授かるっていうか、もらえるっていうのかな。そういうこと気がついてほしいなって思います。思います。はい。ということで、あの、今回結構すごい、こう、いろんなちょっと情報量だったんですけど、まあ、あの、ちょっと動画見返していただいてですね、うん、ちょっと、あの、こんなのが空飛んでるんだよっていう。まあ、ちょっと、まあ、動画とかね、もしご自身でちょっと撮ってみたら、うん、もしかしたら映るかもしれないんで、はい。撮影していただければいいかなと思います。はい。じゃあ、今回は。そういうことで、ね、まあ、こんなことで、ええ。はい。ぜひ見てください。はい。じゃあ、また次回ということで。次回で、ね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。